本日は釜石大船渡そして陸前高田にお伺いをいたしました。大地震震災から丸8年となります。被災地の皆さんにとってこの8年、さまざまな困難があったと思います。その中で皆さんの懸命な努力によって道路や鉄道が開通し、そして商業施設が開業しました。あと半年でラグビーワールドカップが開催されます。世界中の人々が釜石にやってきます。復興スタジアムでグリルライブ熱戦が子どもたちに夢や希望を与え、そして復興発展に力を与えてくれることを期待しています。今後も被災地の声に耳を傾け、皆さんの声を復興につなげていきたいと思います。